はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は1月24日、水曜日、時刻の方は9時32分です。羽田空港事故の話題になります。ね、今回はね、この動画を見ている方は、おそらくラッキーだと思います。で、今回のね、お話の内容は、もうここは変えません。おじいのトークを聞いてる人だけが、そうかってね、ここに豆電球がパッてひらめくと思います。考え方が大きく変わると思います。で、これは今回の、羽田の事故のニュースがね、出て、管制業務おかしいよねっていうことで、そこで話題がパッと出た時に、おじいが言ってたことなんだけど、さらりとちょっと流されてるんだよね。で、おじいもさらりと自分で言って流してるし、聞いてる人はもっと他のところに知りたいことが疑問が集中してるからさらりと流されている。で、皆さんからの情報ログをねずっと見ている。で、あのね、いろんなニュースとか、まあ、ここの何秒ぐらいにとかね、ここにこれが落ちてますよとかね、あの残骸のこれが見れるよとか、こういった情報をたくさんの方からいただいて、で、保存してあります。で、YouTube のね、ナイナイさんというところの解説がっていうのはね、ちょっと見てる時間がないので、だいたい、じゃあ、これを見てって、何を見てほしいのか、何を分かってほしいのか、その得た内容をそこの書いてくれれば、おじいに伝えるのって、おじいにも、見ている視聴者さんにも伝えることができるので、その見たことを活字にして、文字にしてそこに書いてくれれば、済むでしょ。例えば親切な人はこのタイトルで探してって言うと公開できるし、リンクで貼るとね、このチャンネルバンになっちゃうから一定期間しかできないしね、スパムになっちゃう、外部誘導ってなっちゃって、で、例えばその誰かのねチャンネルバンとか貼ると良かれと思って貼ったりとか、その人のファンだとしても、この人がバンされるの。要は、他の人使ってこう、要は自分のチャンネルの誘導リンクをこうバン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 貼るってことでね、誤バンされちゃうんだね、これがね。だからね、ここに貼るってことは、貼られた人は、誤バンされる可能性がね、数値がこうポポってこう高まるので、怖いっていうのと、あとそういうの貼ってるところも、やばいんだよね。なので、おじいのチャンネル見てる、くれてる方はタイトルを書いてくれてすぐ検索できるんでね、まあ、よく YouTube のマシビの記号みたいなのも出してくれたりとか、その何分ぐらいのここ見てほしいってタイムね、現時点の場所を埋め込みで教えてくれるとすぐパッてこう見れたりとかね、まあ、いろんな情報があります。で、あの人見てこの人見てして冒頭から行くとそんな長いの全部聞いてるわけにいかないし、あとこういうクリエイターっていうのは他のものを見ないんです。洗脳されるんです。おじい、これ最初から言ってるとか、この件ではないし、安倍さんの時もそうだし、何にしてもそうなんだけど、楽天の時もそうなんだけど、あの人こう言ってる、あの人こう言ってる、この人こう言ってるではなくて、それをじゃあ そう思って洗脳された人たちがここでそのあなたのコメントとしてこんな情報もありますよって書いてくれればそれで済む話なんで、だからクリエイターっていうのは自分の頭で考えたことをオリジナルとして動画で言ってるので、人のものを見てこうだ、ああだって言ってるのはただの脳がない人なんだよね、本当に。ただの、ニュースのほら、コピーでパンって、なんとかニュースってパンパンってこう、連動して乗るじゃん。割と同じなんで、中身がないでしょ。自分の頭で考えないと。で、このチャンネルでは、ね、こう先生の、先生がこうね、感染の役目とか、こうやって泊まれとか教えてくれる、こういうのがあるよとか、あとシミュレーションでね、こうやってやってたよとか、そういう参考になるものもいっぱい教えてくれる方もいるし、ね、ただ考察する人は、なんていうの、こう、ジャーナリストっていうのは、ただのお金儲けで、あることないことをまとめて、こうだろう、ああだろうというだけ、それがお仕事なんで、だからそういうのは、おじは洗脳されないので、一切見ないので、なので皆さんのね、あんなこと言った、あんなこと言ったってこの中に書いてくれるか
で、それでいいじゃんってね。で、そこのところも、まあ、誰かとは言わないけれどもね、やっぱり、ここに来る方の名前が出てくるっていうと、真っ白に出てくるっていうと、もう、おじいの男のログを見ると、大体決まった名前が出てくるんだよ。決まった名前が。で、別にその人のことではないけども、あのおばさんはあのおばさんで、そのどのおばさんか知らないけども、そのおばさんは、適当に、何もわかんないところは適当に思いつきでポンポンって言ってるだけのお話なんで、こう何かがあって見ながらそれを言ってるだけなんで、ただ集めたソースがどうかっていうだけで分析してる。いわば、わかりやすく言うと、現場を知らないキャリアみたいなもんなんです。卓上の情報だけで、ただ考えてものを言ってるっていうだけのね、ただ脳がない感じかなと思うんです。で、おじいの場合は、何でも現場、ね、現場を想定して再現して、そこのところからこうね、グーグラスから見たりとか、いろいろやってるじゃん。ね。で、その現場から考察する。で、例えば皆さんほら、見えなかったのかも、いや、みんな昼間見てるでしょ。夜だったらもっと見えないしって、こう動画作って、あーとかって言うでしょ。で、例えば、ね、あまりそういう、だから、キャリア組の一見頭は良さそうなんだけど、現場を知らない、ね、中身がない、ピーマンみたいなジャーナリストだと、例えば、今回のね、ライブカメラ映像で映ってて、それがズームしたのがニュースに出て、あと、そのままのやつ持ち帰ってるニュースもあるじゃん。で、映像を見て、ね、解放機の動きも、ね、あれじゃあ、ね、管制塔から見たって全然わかんねえじゃねえかっていうね。で、それを言ってる自体で、私は頭がピーマンって言ってるのと全く同じなんだよ。これがね、なのでね、こう、ま、いろんな情報があって、で、本当にここのところが、あそこのところがっていうのをね、今もう一個一個こうしらみつぶしにね、皆さんの情報と見落としと、あとここのところがっていうのと洗い出して、あと何だっけ、システムのことについてね、古い、誰だっけ、よくコメントくれた、古い考えでくれたので、おじいの頭の中で考えてるのと違うので、ちょっとそれもまた動画作ろうと思います。で、今回のテーマは、この管制業務、ずさんな管制業務っていうことで、頭がピーマンのジャーナリストとおじいが違うのは、一見世間では、ね、頭がいいとされる出世組の信者が多い、ね、ジャーナリストと、おじいの場合は、本当、まあ、万年、ね、万年、ペーペーの現場を駆け巡る、ね、平刑事、ね、みたいなもんで、特に現場100回。で、おじいは、今、検証しました。検証した。で、なんで検証したかというと、例えばね、頭が、ピーマンのジャーナリストの場合は、ライブカメラを見て、で、ちっちゃいし、わかんないし、ね、解放がどこにいるかもわからないっていうね、そんなんので実際無理だから、ね、レーダーを見ていなかったのかっていうね、レーダーは補助的なもので、行使するものではないってね、どっかのお大臣に言われちゃうよってね、あるんだけども、おじいがこれを出したのは、真っ先に思ったのは、このチャンネルでは、ものすごくたくさんのカメラを紹介してきました。ね、ウェブカメラ、ね、ウェブカメラ、ものすごいたくさん紹介してきた、ウェブカメラね。で、スマートフォンのカメラの問題とか、過去の動画にいっぱい残ってるよ。あと、普通のパチャパチャのカメラとかね。いろいろ過去の動画残ってます。で、特に、コンデジの時のお話、カッコムにもね、残ってるけどね、おじい言ってたのが。カメラって、カメラのレンズ。で、その、カメラの等倍、1倍の、1倍、かける1の1倍って、人間の目で見たらどれぐらいなのかっていうね。
で、そこをみんな知らないんだよ。で、カメラを持ってる人とか、まあ、スマートフォン持っててもね、賢い人は賢く、おじいはよく夢デジ最初、ね、紹介し始めて、案件で、で、そこで、それもブツブツ文句言ってたよね。カメラの北村に行って、カメラの時もこうだった、スマホもこうなんだってね、ウェブカメラもそうだし、なんでレンズはこうなんだってね、よく言っていた。そうなんです。賢い人はもうおじいが何を言いたいかわかる。カメラの等倍の倍率って、人間の目で言ったら、マイナス10倍、20倍ぐらいなんだよ。わかんないでしょ。何を言ってるか。例えばね、同じ場所に、これね、同じ場所に、これね、カメラはね、全部同じ。いい？ここに、今回の場合、飛行機だからわかりやすく、じゃあ飛行機にしようか。ね、はい、この大きさの飛行機がありました。で、まあ、ちょっとこう離れた距離からね、人間の目で目視しました。そうすると人間の目視で映った飛行機の大きさってこれぐらいなんです。で、カメラのレンズ、カメラのレンズの1倍で見た場合って、これぐらいなんです。でね、例えばカメラの北村の店内でサンプルにあるコンデジを手にして、で、例えば店員さんとかこう見た場合、だいたい10倍ぐらい、ものによっては10倍ぐらいね、10倍ぐらいによると、肉眼で見てる店員さんの大きさと、このカメラでここに映った、液晶に映ったのとほぼ同じぐらいに映るんだよ。それで、よくコンデジって、光学ズーム10倍とか12倍っていうのがあって、で、使い勝手がいいとか、パナソニックがいいとかね、評判が良かったんで、で、それも見て、わざわざ隣の島で行って、カメラの北村でサンプルを見てきたんだよ。そしたら、もう、ズームをほぼフル、12倍中の10倍にして、店員さんが肉眼と同じ。何これ？何これってね。カメラって何ミリで撮れるっていうね。こう、なんとか換算で35ミリ換算でなんだか24ミリに撮れるかなんだかって、だからよくわかんないルールみたいなのがあって。で、これがね、やっぱ広く撮れるカメラ。オリンパスのやつが、オリンパスだかな、ニコンだかな。22ミリとか18ミリの広角で撮れるっていうのも買ったことがあって、でも大体ね、大体24ミリぐらいを基準に映るぐらいっていうね。で、ちょっとこう、それぐらいの広さで映らないとどうのこうのっていう、なめりなめりっていうのはなんか、レンズの計算と肉眼と見え方が違うんで、なのでね、このカメラを買っても、ズームを思いっきり使ってやっと等倍に撮れるカメラなんだって思ったんだよ。どれもみんなそうだよ。それで、げんなりしたことがある。で、おじいはキャノンの光学50倍。で、解像度を下げると、結構、100倍までは、劣化なしで。で、なんだかズームで、200倍まで。で、デジタルを入れると、もっと下げまでっていうね、キヤノンのカメラ、当時はそれが一番すごかったけどね、それ買ってよく富士山なんか見てました、こう、登り口とかね、ここから見えるから、宝永山とかね。で、皆さんが、
そのライブカメラの映像で見てるのってその当倍で見ても肉眼で見るよりも全然ちっちゃいんです、あのライブカメラって。あのライブカメラが設置してあるところに行ってライブカメラと肉眼が並んだら全然肉眼の方がもっとこうカメラで言ったら10倍ぐらい寄ったぐらいの大きさでちゃんと見えるんです、実際は。でカメラってあの暗いところと明るいところを、まあ、映すのに最近では HDR っていうけども、まあ、その機能性によってカメラって人間の目のように明るいところ暗いところ両方うまく映るのって まだまだ難しい、かなり進歩してるけど、まあ、合成技術とかねそういったものを使うんだけど、それでも完全ではない、ね、人間の目のカメラってかなり優秀なんです、ものすごく。なのでカメラよりは肉眼の方がちゃんと見えるってこと、これってね、実際にスマホでもカメラでもね、その高感度とか夜景モードとか使わないで普通にカメラであのこうやって見てると分かるし、あとズームしたやつは見えやすいようにほら加工してますって書いてあったでしょ、あれってだからあの露出の環境を思いっきり上げたりとかしてるわけじゃん。でこの部分的なエリアの切り取りをズームして見にくいのは解像度が切り取って低くで伸ばしてるからなんです。だから実際にあのフルの状態で光学で寄ってればもっと綺麗にはっきりくっきり、あとしっかりと解放も見れるんです。それは解像度がないからなんです。だからね、あのピーマン頭のジャーナリストだとあんなので管制塔からね、見えないじゃないかってなるんだよ。ピーマンのジャーナリストね、ピーマンおばさんはそう言うかもしれないけど、おじいは肉眼で見えると思う。だってなぜならば肉眼でね目視ができることを前提として高い建物を何も作らないで、こんな高いね展望台みたいなところから完成ね完成業務ができるようにそれで作られてるからなんです。そして飛んでる飛行機を確認したりとかね、空港を確認するために、ね、みんなこういう写真があるでしょ、管制塔って、ね、まあ補助的なものだから常に使うものではないと思うんだけども、ね、まあこれはね、もうどれぐらい前だろう、35年ぐらい前かな、ね、35年ぐらい前に、ね、親父が買ってくれたね、双眼鏡です。同じもの2個買った、ね、一緒にホームセンター行って ね鳥とかねこう見たりとかいろいろ見たりとかね、おおいいななんてね、双眼鏡安いなって言ってしわしわしだってね、いいな買おうかなってね、で俺も欲しいなってね、じゃあ買ってやるっつってね、お揃いで買ったんだよ、ね、でこんなに安いやつでも20×50 倍なんだけど、これでこんな安いもので今日富士山見るともう宝永山ってあの富士山のねこのボコンってなってるとこね、このボコンってなってるとこのもう雪の状態とかもすっごいくっきり見えるし、すごいよ富士山の上のあの元観測所のところとかね、ああいうののこうあもうつぶさでここら辺だなとかね、もうはっきりくっきり、もう、こんなに見れるのっていうぐらい、すごい見れる。キャノンの、その50倍のカメラ並みに見える。これってね。で、もっとちゃんとお金を出せば、もっともっとすごく寄れるよね。で、いろんな暗くても暗視スコープみたいなのもついてるし、ね。で、おじいは実際に、まあ、管制官が使ってる、双眼鏡ってどれぐらいのものなのか知らないけど、一応2980円で、ね、35年前に買った双眼鏡で今日は富士山とかこう見ながら、うん、もう確信を得た、ね、管制官ってやっぱりその目視で補助的なツールも使いながらちゃんと見える、夜だからあんなに暗くて見えないっていうのは遠くちっちゃくしか映らないウェブカメラで
しかも、露出具合が苦手だからね。で、頭がピーマンな、ジャーナリストは気がつかないかもしれないけど、空港って、ものすごく、明るくしてるんです。わかる？何のために明るくしてるんでしょう？飛行機とか車とか、ね、いろんな人とか、それで安全に生きるように、もうびっくりするぐらい明るいんです。静岡の街中の何倍も明るいんです。めちゃめちゃ明るいんです。超ウルトラ明るい。で、滑走路なんかも、もうすごい明るすぎるぐらい明るい。だって空から見てビビビビビンってね、ここだよってわかるぐらい、めちゃめちゃ明るく目立つぐらい、すごい明るい。ね。だから、例えばストップバーライトなんかも、600メートル以上のね、視界が確保できてるって言ってたでしょ。だから、使わなかったんだってね、そうやって言ってたと思うけども、それぐらい、視界が良かったってことなんです。わかる？で、昼間並みにものすごく明るいんです。何のために？じゃあ、滑走路だけなの？違うでしょ？滑走路以外のところも、街灯みたいなのついてて明るくないと危ないでしょ？飛行機がビューって言って、で、滑走路に向かう、じゃあ滑走路に降りていくっていう。だそういうところはちゃんと明るくなってるんです。で、ライブカメラは、第二ターミナルのここからってこう撮ってるかもしれないけど、展望台ってもっとてっぺんから撮って何も、ね、ライブカメラだと、ここに街灯があってって、ピッピッってこう光ってこう逆光になったりしてるわけじゃん。展望台って、もっと上から見てるから。そういう障害物よりもっと上から見てるから。おじいが言ってるね、現場の目線で見るっていうことが一番大切っていうのをね、キャリア組の卓上の人たちは分からない。出てきてる情報でしか整理しないから、ね、分からない。だからおじいは今日、それをね、確証を得るために、わざわざこれ探して引っ張り出して見てて、あ、空港のね、広さでもう夜でもね、カメラと違うし、肉眼だとあのカメラよりも全然くっきりはっきりとね、近くに見えるわけだし、で、ましてこれを使ってる。で、管制業務って必ず飛行機と交信するときには必ず飛行機を目視しながら、その飛行機の方を見ながらやるという業務なんです。じゃあその業務が、じゃあ日中はそれをやって、夜はどうせ見えないからやらないってなるんでしょうか。当たり前に考えてみて。無線の基本として相手の飛行機をね、の方を見てやるっていう。この基本的なものがあるんです。じゃあそれは昼間限定なんですか？じゃあ夜はやらなくていいんですか？じゃあ夜やらなくて済むんだったら昼間やる必要がないじゃん。なんでやるんですか？昼間。昼間も夜もやるんです。じゃあ夜は見えないです。夜が見えないから見やすくしてるんです。わかる？言ってる意味。わからないでしょう、ね。ピーマン頭のおばさんに洗脳されてる人は、わからないでしょう。おじいが言ってること。だそれぐらいね、一番てっぺんのところが、だから実際の肉眼では、ね、ちゃんとこれぐらいで見えて、明るさもカメラとは全然違うし、しかもあんな街灯があって逆光状態があるところで、ね、そこでレンズが露出調整しちゃうわけだし、ね。で、しかもね、低いところからの第二ターミナルからのカメラだから、いろんな飛行機とかに隠れてこうツーって点にしか見えないけど、実際は全部のものをこうやって見れないと、だって、手前のものに隠れちゃってちっちゃくて点で分からない。そんなの管制塔の意味ないじゃん、だって。考えてごらんなさいよ。だからピーマンおばさんはあくまでもピーマンおばさんなんだって、本当。もうちょっとね、単純なんだよ。お前は何なんだ、専門家でもないのにどうのこうのって文句言われるけど、だからその肩書きにみんな騙されるんだっておじいいつも言ってるんだよ。で何にもね、
能天気な普通の人の方が、全然ね、わかるよ。こう、これが管制塔で、で、第二ターミナルは、ここだよ。ここから取ってる、こう、管制塔がここで、で、この位置関係から言うと、起きたのが、ここでしょ？ここでしょ？ここ、このね、位置関係から言うと、現場がここで、ね、それで第2ターミナルがここ、で、管制塔がちょっとちっちゃすぎて消えちゃったわ。手前だよ、全然。ここだよ、ここ。ね、ここでしょ？こうやって見るとあれかな、ほぼ、これで見ると同じぐらいに見えちゃうね、でもね。うん、第二展望デッキっていうとここになるね、これね。展望台 何個あるんだよ、一体。で、問題なのが、この高さ。これね、残念ながら道じゃないので、大きくはできないんだけど、このね、街灯の高さ。街灯がね、街灯がね、おじい、こういうね、こういうのもほら、これもみんなほら、街灯でしょ？これって飛行機よりも高い高さにあるんだよ。わかる？普通の街灯よりも全然高いんだよ、これ。第二ターミナルの展望台からのカメラがあるじゃん。で、あれがほぼこれぐらいにあったけど、普通の道路の街灯をイメージしてたけど、いや、全然高いよね、あれって。やっぱ、飛行機が大きいから。それを上から照らすから、これ自体がものすごい高さがあるんだよ。だって、ここ飛行機抜けてくるんだから。で、これが、その街灯の高さなんだけど、これがね、で、展望台って、こんなに高いとこから見てんだよ。本当それこそ一望できる状態で、で、照らしてるんだよ。こっから見てるんでしょ？こっから。こっから。ね、こういう建物もよりも全然高い位置から、ね、ちゃんと見えるように設計されてるんだよ。ほら。これが飛行機よりも高い位置だから、全然高い位置から見てるんだよ。だから、見渡せる。しかも滑走路ね、明るく光るわけだからね、見えるんだよ。視界が600メートル以下の場合、ね、ストッパーライトをつけるつけないっていう判断をね、管制官に任せるって言ってるけど、そういったのも含めて、管制が見にくいから、ね、確認がしづらいから、だから、補助的なもので、ここだよ、つってね、光って赤く、自分でも、あそこがストップか、みたいな感じで、で、こうやって見えるように、そういった意味の、予防でもある。ね、でそれを考えるとね、その第2ターミナルの第2ターミナルってどこ？ここか。第2ターミナルはこれね、これは給水塔みたいなやつだね。展望台どこ行った？展望台いや、こう第2ターミナルをこうぐーっと、これは第二ターミナル点、第二ターミナルのこれか、展望デッキっていうとこれね、こんなに低い建物だから、ここにほらスター・ウォーズみたいな絵のやつがあって、これは1個しかないから、そこの場所を探せばって、ね、
名探偵の師匠さんがいたじゃん。ね。おーして、スター・ウォーズの絵に注目すげえなーと思って。ね。だからここの展望デッキに仕掛けてあるカメラからね、広範囲でね、こう撮っていたものってね、仕事でしょ？確かにこうやってあったよね。まあここにはスター・ウォーズないけど、ね。うん、だからこんなの、だからスター・ウォーズここら辺にあったってことだね、多分ね。うん、だからこっから見た映像、いろんなものが重なってて、ね。しかも、街灯も低い位置にあってね、この羽のところにあって逆光状態で、で、いろんなものが低い位置からだから重なってて、どれが解放なんだってね。大変だった。だからこの点があってこうやって追って見てたじゃん。だからこっから見ればね、だからおじいが言ってるね、その現場にね、そこの気持ちになって考えるっていうことがね、いかに大事かっていうのをいつも何を考えるにも現場からね。展望台がどっか行っちゃったけど、どこ行った？すぐなくなっちゃうんだな、展望台。展望台これじゃないでしょ？これ管制塔。これ管制塔。ね。東京国際、これ国際、東京国際空港管制塔って書いてあるね。これが管制塔だね。ね。ある。だから本当ね、そういうこと。飛行機は確認できる。いろんなものが離発着できるから、無線をやるときには、それをちゃんと見ながらやる。これは基本的当たり前として、昼間も夜もそれを行う。で、霧だとか、ね、竜巻だとか、砂ぼこりだとか、黄砂だとか、視界が全く見えなくなっちゃった場合、ね、そういった場合は、もう見れないからね、レーダーに頼るしかない。でも基本的には必ず目視をする。そしてこういう双眼鏡なんかもで見てるでしょ、みんなね。見えないわけがないし、だ低い位置の第二ターミナルからの見えにくいやつをズームしたやつでね、状況を管制官が見て見えないって言ってるわけではない。見えるんです。で、見えることを前提として設備ができている。そういうことなんです。ね、で、当然ながらタワーに更新がグランドから変わった時も、ね、この解放機を、ね、目視して話をしている。これが基本なんです。で、もう着陸許可はね、516便に先に出して、その後にね、そこまで向かいなさいって言って、で、その後は、その2番目の166便にね、減速してっていうね、その命令をっていう。でも、この曲がったところからね、今、ここのタクシー場ね、いますようで、じゃあここに向かっての、向かってと、バーンまで、ね、おじいの計算だと、40秒の停止と、あと、これ曲がったところかなっていう、この曲がったところかなから、60秒って言ったじゃん。でも実際は、手前のツーって言ったところ、あれが曲がったところでしょうっていうね、一緒さんからの指摘があって、ああ、そうかもしれないね、あの種苗がねっていうね。で、それがあって、こうなり始めてからのちょっと前ぐらいで無線入ってる、ね、このタクシー場にいますっていう、ね、そうでしょ？だからこう、
このここなんだけどね、ここなんだけどね、要はここに ここから無線やってここにいますでここに向かいなさいっていうのが、要は ここにいますでここに向かいなさいでしょ、ね、でここの時にはちゃんと基本通りやっていれば目視してるんだよね。でここに向かいなさいって言ってるだけでね。でもこっからここを最後に何も解放に対しては何も注視をしていないっていう。で、この無線の前に516便に対しては、滑走路がね、着陸許可を出してるのか、ね。で、そうだね、166便に減速しなさいはその後なんで、海保に関しては全く無視で、その166便 と、516便 で516便が先に降りてくる。で166便に減速指示をしているときは基本的に空を飛んでる166便の方を双眼鏡で見ながら指示してるはずだよね。ちゃんと基本通りにやっていれば。で、夜で、まだランディングライトもちっちゃいし、遠くだから、見にくい場合は、まあでも一応点で見えるよね。で、あとレーダーで確認するよね。だいたいね。で、レーダーで確認してるときに、じゃあそのレーダーで映ってるときに、どれぐらいの大きさで映ってるのかっていうね。自分の空港が映らないレーダーなのか、空港の外しか映らないレーダーだったら、空港のところで、要は、滑走路もわからないような状態だったら、ピン、ピン、ピンってあるじゃん、よく。こういう、潜水艦にあるような。ピン、ピンってあるじゃん。で、ああいうのだったら話がわかるけど、どうなんだろうね。おじいの頭の中だと、空港があって、ある程度のマップがあって、で、何便何便っていうのが、こうなんか、ピーって、こう横に、何の飛行機か書いてあるのが、こう、ピー、ピーって、こういうのが、すごいたくさんみんな映ってるように見えるんだけどね。そういう全体のとか、ね、当然滑走路のこういうのも、警報目安もあったとは言ってるけど、でも全体的にさ、何のためにああいうなんていうのウェブカメラみたいなのもあるのかなとか、こういろんなところに仕掛けられてるカメラもあって、そういったものもチラ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 切り替えながら見たりとか、そういうのもあるはずでしょ。で、JAL スカイはそういう情報なんかもね、見ながら補助的なものを なんだっけなんだかラジオとなんだかで情報を送ってね、で補助的なものをやってるって昨日動画作ったでしょ。だからね、こう分からないっていうね、で何をやっていたか分からない、カットされている部分、そこのところで何があったのか、ね、本当に何があったのか謎な部分がある、すごく、ね、だ本当にね、考え方としてね、たくさんほらごちょごちょの人がいるじゃん。犯人探しの人もいれば、ね、ここはこうだったのかなとか、結局結論としてこうだったんだろうとか、いやこうすれば今後はいいんじゃないかとか、考えのバラバラな人がいろいろ来るわけで、動画を今回はこの内容についてクローズアップって言っても、そこから話が広がっちゃうしね、どうしてね。だから一個一個行くと、おじいは今回のテーマで伝えたいのは、この管制塔からはちゃんと見えるってこと。ね。ピーマンおばさんと違って、ちゃんと肉眼の目でも見れるし、
そうで、見にくいなっていう時はね、ちゃんとこれも鹿を放したんで見えるんです。確実に見える。見えない完成と意味がない。ちゃんとそれを計算して作られてる、ね、そこのところを前提として、完成は肉眼でもね、この双眼鏡を使っても見える。なぜならば、あの時はね、視界が良かったと言っている国土交通省が、ね、ストップバライトね、どの道あの時はね、しかり状態であったとしても敷かなかった、ね、でもその後にもともと解放機が停止する位置にはストップバライトがなかった。それがバレたね、バレた。視界が悪い時の停止ゾーン、でも視界が良かった、視界が良かった時の停止ゾーンにストップバーライトはなかった。視界が良かったからね、どの道使わなかった。じゃあ視界が悪かったら、視界が悪くてもね、視界が悪かったらまあ手前のところのやつを光らせばいいけども、視界が良かったからね、どの道使わなかったっていうのはちょっとおかしな話だよね。でもじゃあ視界が悪かったとしたら、9ヶ月前からまあ一応名目上はメンテナンス中なわけでしょ。で、皆さん本当さらって流すんだけど、その9ヶ月間かかるメンテナンス、1年12ヶ月で、でまだ10ヶ月かかる、2月頃までの予定なんでしょ。それは指摘されて直せば1ヶ月かかんないってことじゃないの、ね、だからその9ヶ月間かかるメンテナンス、そういったものを設置して、それがない場合に何も機能していない放置っていう、じゃあストップバーライトって何のためにあるの、補助的なものだけだってね言いそうなんだ。だからその9ヶ月間使わなくてもね、今まで何もなかったんだ、解放がこうなったけど他はなかったんだって、じゃあいらないってことじゃん、ね、たまたま解放の機長が突発的にね、乗組員全員が勘違いをしてバーンって言っちゃったんだから、他の機長は大丈夫なんだから、だからこれからも未来もずっとストップバーライトはいらないということじゃん。今まで解放の機長以外はちゃんとやっていたことなんだから、じゃあこれからも海保の気象以外はちゃんとやっていく人が多いんだから、ストップバーライトはいらないってことになるんだよね。じゃあそれを言った人はストップバーライトが今後もない状態でね、今の羽田ガンガン使えばいいと思う、ね、で本当ね、肉眼で見えるね、視界を天候とかそこら辺は全く問題がない、ね、で風もほぼないに等しかったってね、もうそれはもう皆さん情報で分かってるよね。国土交通省が発表してるんだから、だから目視でもね、これでも見れた。そしてレーダーもちゃんとあった。そして誤進入防止機能も作動していた、ね、だからそこのソースを全部出せってことなんだよ。完成業務の状態のその事故前後のね、投資の動画、どういう完成業務をしていたのか、でその誤進入防止機能がね作動していた証拠動画から確認したいし、じゃあそれがどのように映ってて、どのように1分以上無視され続けていたのかね、人数を増やさないで、それを見る役割分担で一人つけたっていうね。それがじゃあどのようになって、どこからどのようにどうやって見ているのか、でこれがねすごい不思議な話で、本当にその各 ABCD の滑走路の人のモニターに各滑走路の誤進入防止が映るのか、それとも空港全体のものが映るのか、ね、
だから不思議でしょ。自分が受け持つ滑走路の誤進入防止のところだけ分かればいいわけでしょ、担当としてね。だそれぞれ ABCD とあるわけで、で3人がモニターがダーッと並んでるところに、じゃあそこに割り込んで1人入るのか、じゃあ1人だけだったらね、じゃあ4人つけないといけないわけ で邪魔になるじゃん。しかもでも邪魔になるって役割分担を変えて、4人役割分担で常に見てる人、ボーって見てる人をつけるって、じゃあその人はもともと何を仕事をしてたのか、その4人は、ね、4人とは限らない1人かもしれないっていうね。でそれで防げるのか、防げないよね。じゃあなんで自信満々に見てるから大丈夫っていうのかっていうと、もともとその機能が作動していなかったか、ね、作動していなかったか、壊れていたか、作動、ストップバーライト壊れてそのままって言われてるから、それはちゃんと正常だったんだとかね。だから空港設備としてのずさんさが浮き彫りになっちゃうから、いやちゃんとなってたんだっていう。そうすると危ない空港って言われるよりも、管制官が見落とした、ただ凝視するまではないってやった方が、空港の落ち度っていうものを防ぐことができるよね、結局。管制官をかばおうとしてるんだったら、その管制官はじゃあどんな存在の管制官なのか、ね、でよく言うけど、そのなんていうの、頭が賢くない人ってよくほら犯人探しがどうのこうのって言うけど、管制官の場合は管制官だからね、役務だから。だから例えばこれ何が分かるの、いやこれ白バイ隊員だよとか警察官だよとか、警察消防と相手いたら、これ警察でしょって、だこうやってあの管制官って言ってるだけでね、何々県何々市何々町ね、なんとかアパート105におしまいのなんとかさんがミスしたからとかって言ってるわけじゃないでしょ。そうでしょ。だどこに落ちとが、ね、あったのかって、でその管制官がどんな存在なのかとか、どんな人物のつながりがあるのかとか、そのなぜ国土交通省があの時になんでそこまでしてかばうのか、そこがものすごい不自然なんだよ。でその管制官自体がものすごく何かしら権力を持った人の何かつながりがあるとかね、それかその人自体が 何なのか、そこがものすごく重要だと思うよ。国土交通省がなんであの動きをしたのか。そしてあともう一つは設備だよね。設備に関して、メンテナンス中とかね、嘘を言ってるよね、絶対ね。この空港の要は管理設備ね、そこのずさんさをカバーしている、フォローしているイコールずさんな空港で危ない状態なんだ、あれもこれもこれもダメだったんだっていうのがね、ストップバーライトはね壊れたまんま放置ね、安全システムも使っちゃいないね、いい加減な空港なんだってね。そうやって言うとまずいから、そこをなんとかカバーしたかったのか、ね、どのみち国土交通省の動きが不自然であることは確かなんだよ。だから本当ね、一箇所違うだけで見え方がものすごい変わってくるから。だからおじいは今回本当に声を大にして言いたいのは、風もほとんどなかったし、視界もね、600メートル以上あって、ものすごく良好だったっていう、ね。で、今これが20メーターなんだけど、これで100メーターか。
で 100m。1,2,3,4,5 ここで 600m だね、だいたいここら辺で 600m、ね、ここで 600m で 600m 以上あったね。まあここまでだよね。ここで600だから、ね、まあ、800m ぐらい あるかもしれないね、もしかしたらね。ここからここのここではね、止まるとこまで1500m、 なんか約 1000m 先に JAL が止まったって言ってて、 ここから1個目と2個目のここに止まっておくから、これで1000なのか1500なのか、1000か1500だとしても、これをぐーっと持ってくると、あ、結構あるな、結構ある、結構あるある。1000だとしたらこれで1000だから1200ぐらいはあるし、1500あるとしたら1600、700ぐらいはありそうだね。結構あるね。ここからここだよね、ここまで約1キロ、ここで 200m だから、2,4,6 1000m だね、うん、そんなにこれで見ると、これで 200m だからそんなないもん。ここでしょ、2,4,6 800ぐらいだもん。800、1個目と2個目の間だと800で、2個と3個目の間だったらちょうど1000だから、1000だね、1キロぐらいだね。だから 1.2 キロぐらい離れてるのかな、そうするとね、1キロぐらい、ね、それでこの静岡からね、この静岡から富士山、県境またいでる富士山の宝永山のね、雪とか、まあ、道はもう埋まっちゃってるけどね、登山道とか、でも、そこまでくっきり見えるんだよ。何キロあると思う？富士山まで。で、こっからキャノンのカメラのね、あれで見ても、これで見ても、登山道がはっきり見えるんだよ。登ってる人がいれば、それも見えるんだよ。これで。どれぐらい距離あると思う？で、これたったあったとしたっていい、千何百メーター。そりゃ見えるさ、確認できるよ。やっぱりキャリア組がピーマンだよって思うよね。本当思うよ。あれ、皆さんも、スマートフォンで、ね、カメラを起動して、で、見てみるといいよ。ウェブカメラって、すごい引くから、ああいう、展望第二ターミナルのね、カメラとかね、ああいうカメラって、すごい引いてるから。広角カメラだ、広角使うから結構 ね。これね、レンズを通してレンズでも、でもこう大きさ違うでしょ、わかる？おじいの言ってることがわかりますか？肉眼で見てる大きさとレンズの中に映る大きさは全然違うんです。だからそれをね、で低い位置で見てるわけだし、それをね、さもね、
管制官がね、これじゃあ分からないよねってね、うんとね、あ、こっちのあれか、こっちか、この大きい方じゃないとあれか、ね、これがあれだっか、これだよね。で、これじゃあ分からないよねって、いや、こんな状態ではないし、ね。で、これ、カメラはね、こう、逆光になってるから、それで露出を合わせるんで、明るいところと暗いところ、で、明るすぎても飛んじゃうし、暗いところが潰れちゃうし、じゃあ、こっち側に露出を合わせると、こっちがシュル飛びするしっていう。だカメラって、そうやってもう無理なんだよ、人間の目と同じように、ね、あの後に第2ターミナルに行って今ここにいるけどってね、レポートもしてくれた人いたけども、ね、本当ね、もうちょっとね見やすい状態だよ、うん、カメラだとこういう状態になっちゃうけど、肉眼だとまして、この上からだから、上から。で、大きさから見ると、展望台がいかに高いところから見てるかっていうと、この車の大きさがあって、この飛行機の高さって、本当2階建ての足とかよりも全然大きいよ。これに当たらないように、この高さがあるわけで、これ自体がまずものすごい高さがあるってことだよ。ここに気がついてほしいんだよね、おじいは。皆さんに。この高さがすごいあるんだよ。で、展望台は、展望台じゃないや、管制塔は、とんでもない、これより全然とんでもない高い、上から見てる。だから、こう、上から見ると、この光の直視の眩しいのがなくて、ここら辺の照らされてる状態がこうやって見えるわけだから、上からだと。ちょっと難しいかもしれないけどね。水上台なんだよ。あ。で、これはこれとして、よいしょ。あ、これ使いにくいな、ほんと。ほんと、Windows は使いにくい。で、これがあれか。ズームしたやつか。見やすくしたやつね。で、これでって、あ、これはあれか。もう降りてきちゃうところからだから。で、これは明るく露出変えてるけどね。この状態で、何がなんかわかんないって言ってもね。うん、こう上から見てるから、こうやって見てるのがちゃんとわかる状態だからね。まあ、この状態だと確かにわからない。実際は上から見てるから、ね、見えるよ。そんなわけで、今一度、管制官になったつもりで、管制官の立場になって考えてみると、うん、どれぐらいずさんな管理をしていたのか、どんだけずさんな管制業務をしていたのかっていうのがね、わかると思うんだよ。で、管制官が悪意を持ってそれをやっていたわけではなくて、それぐらいまで追い込まれてるってことなんだよね、結局ね。ほら、こういう状態で見えるってことだよ。ね、ここまで大きくはっきりは見えないけど、こういう状態で見えるってことだよ。これ夜にできればいいんだけどね、まあ、夜にはできないもんね、うん、だ昼間よりは見えにくい。でも実際は光があるので、その障害物、飛行機とか車艇あるものは見えるはずだよ、管制塔からね。
その見えにくいものを補助するのがこれとレーダーだから。だからそれを考えると、その当たり前の業務を当たり前にやっていれば、気がつくはずなんだよね。で、ここのところが、例えば、あの、解放機と更新する前に、516便に、要は滑走路のクリアを伝えてるけど、そのクリアは、じゃあ、何で確認したのか。結局、あの、滑走路防止システムは、だって、使っちゃいないから、それを確認してるわけでもないだろうし、この滑走路上に、で、鹿とか猫とか、あの、鳥がいるとか、そういったものを見なきゃならないから、必ず目視してるはずじゃん、これで。滑走路の安全を確認して、ね。で、離陸する飛行機もさ、あの、今、前にね、鳥が餌食べてますとかって言って、ずっと止まって、で、追い払いに来てとかって、そういう動画もいっぱいあるじゃん。ね、でそういうのはほら、あの昼間だとね、パイロットが見つけて更新して追っ払いに来てもらうとかね、やるけど、そういうのが突然出てくるから、この滑走路が大丈夫だよっていう、それを何をもって確認してるんだろう。これ考えてみると怖いよ、本当に怖いよ。形式上のものでクリアってただ言ってるだけなのか、まあ、何もあるわけないよねっていうね、うん、大丈夫かもしれない。安全。ね、だ本当、いつも通り、その、何かがあるわけがない。ね。そういうつもりで、いつも通り毎日終わるわけだから、いつも通り、大丈夫だろうということで、まあ、淡々と同じ作業を繰り返してやってて事故が起きたっていうね。大体ね、こういったものは管制のミスがほとんどで、ね、管制のミスじゃないものってテロとかそういったものがあるけど、結局、どんな、インシデントにしても、やっぱり 99%、管制がちゃんと業務を行ってない。それが原因だよね。なんでこの管制のね、これもうちょっとこうなるといいんだけどね。もうちょっと。なんないよね。これ平面。今これ 3D で見てこうだからね。これ以上こうはなんないでしょ、これ。これ以上は。ねえ。残念ながら。これをもうちょっとこう引いた状態で。実際、どうやって見えるのか、あれだね、展望台がオープンする前のニュースとか、なんかね、古いやつだったらあったよね。きれいにする前のやつとかだったら。あったよね。はい、そんなわけでね、まあ、今一度皆さんも考えてみませんか。管制業務って意外とちゃんとやってないんだよ。ずさんなんだよ。空港管理もものすごくずさん。で、管制業務もずさん。このずさんっていうのは、本来安全を守るためには 100% のものを 100% やらなきゃなんない。ただ 100% のものを 120%、150% ぐらいでやるような気持ちと、ね、余裕を持ってやってほしいって思うでしょ。この 100% ができていないことに問題があるんだよ。で、なんで 100% ちゃんとできないのっていうと、やっぱり国が悪いんだよ。国土交通省が悪いんだよ、結局ね。そういうことなんだよ。だから空港側がなんで重要な設備をちゃんとやらないのか、
ね、儲かってるのに、なんでやらないんだろう。不思議だよね、本当。運営してるところ、運営してるところ、でその利益どこ行っちゃうの？利益は利益で、そこから経費として使わないってことなの？空港って。そういうこと？空港のシステムあんまりよくわかんないけどさ。今日だっかな？昨日だっかな？何だったかな？何かを見た。朝の番組かなんか見てて、海外からの人が、ものすごくいっぱい観光客がね、いっぱい来て、で、買い物こんだけ買ったよとかね、いくら買ったよとか、外人さんにね、インタビューして、100万円ぐらい使ってる。うん、あれも食べた、これも食べた、これも買ったとかして、いくらぐらい使いましたかとかね、コロナ禍でほら、しっかり落ち込んだけど、今はこんだけね、で、こんだけの人が海外から来て、ね、まだまだもっと見込んでっていう。で、それを見てて、ちょっとゾッとしたね。今、この状態で、羽田空港は、もう国際もやってるわけでしょ。それで、こんなにずさんな、怖い空港になってて、管制業務もこんなずさんになってて、で、もっともっとウェルカムでなんかやってたけど、怖い。恐ろしい。怖い。で、計画だと、何、このまたデイクアストロの横にまたイーカストロの予定があって、でもすぐできないでしょ。怖い。起きるよ。事故は起きるよ。本当。うん。じゃあ、次の動画ではね、視聴者さんから、ちょっと昨日いただいたコメントがあって、で、うん、システムで管理するのは、おじいの言ってるようなのは難しいっていうお話。いや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 、すごい簡単。だって小学生でも、なんとかスクールで作れるからさ、おじいが言ってるシステムは。だって、予算0円でできるよ。本当ね。まあ、そのお話をね、したいと思います。まあ、とりあえずね、この目視確認というね、この管制業務、目で見る、そして、こういう補助ツールを使いながら確認をする。で、レーダーもある。ね。20、30、ね。そういったものがいっぱいありながら、すべてあくまでも補助のものである。じゃあ、人間の目はこの目視するっていうのは、この基本的なものはっていうね、本当ね、そういったものがあるんだよね。まあ、ずっと解放を追いかけろって言ってるわけではないけども、この安全システムの20、30っていうのが、ね、何も役に立っていないっていう。ストップバーライトにしても、誤進入、防止にしても、1個あっただけでも、20予備の補助になるんだよ。で、それがもう1重あったわけで、全部ダメってことでしょ。で、その管制官がいっぱいいるのに、ね、誰一人っていう。だから、たまたま見落としたとかさ、たまたま一人が見たら、そういう問題じゃないじゃん。今回の問題って。だから全てが、空港も管制業務も、全てがずさんすぎるんだよ。ずさんすぎる。管制業務はそこまで追い込まれてる。で、空港はなんでそれをやらないんだっていうね。なんで経費を消してるんだっていう、そこだね。まあ、そこをね、今まで軽視してるでしょ。あ、なんでも、で流されてるけど、ちょっとおかしいよ、ここね。ここは重要だと思いました。ね、もう一本作ろう、午前中に。はい、はい、じゃあ、この動画、ここまで終わり。